来年のえと、うさぎさんを作りたいと思います。用意するものはね、着物にする部分と内側の着物にする部分。これは8センチと8センチです。8センチね、表の着物と内側に入る部分の着物、8センチです。そして、重ねの中に入れるもの、4センチ。4センチを3枚用意しました。これは別にあってもなくてもいいです。えー、難しいなと思う方はなくてもいいです。これはね、 中の芯にする部分 3cm の白いのを作用意しました。あとお耳にする部分4センチ4センチの白とピンク2枚重ねて丸つまみを作ります。これが2個ね2種類2個作ります。右と左の分を2個ずつ作ります。あとはダイソーのカラーボール、ボンテン白いの大きいのとちっちゃいのお顔と尻尾です。 これで作ります。まず最初にお耳を作りたいと思います。お耳はね、重ねの丸つまみで作りますよ。はい。ここね、ちょっとだけ止めます。で、えー、同じ大きさで用意してください。これ、歯切れで作ったのでね、ちょっと若干大きさが違ってて。へへ。ちょっとね、なんとなく、なんとなく重ねます。<laughs> なんとなく重ねていきます。 なんとなく重ね。よし、切り重なったかな。ちょっとね、三センチ、三センチよりは大きいし、四センチよりは小っちゃいしっていう切り地です。まあ、皆さんは四センチで作ってください。よいしょ、よいしょ。こんな感じよね。はいしキュッ。はい。丸つまみのお耳ができました。 これをね、2個、右と左を2個作ってくださいね。うさぎの年はね、跳ねるっていうんですよ。うさぎさんね、ぴょんって跳ねるでしょで、なんだろう、うーんとね、一気にいろんなことが芽吹いていくっていう感じではなくって、じわ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 って、でも結構すごいスピードなんですよ、広がるときは。 まあ、ネズミほどではないですね。ネズミは大群で広がるから、ウサギはね、結構ずる賢いので、頭ですね、頭脳線みたいな感じで広がっていきます。じわーっと広がります。<laughs> はい、これ。1個と2個ね。はい、これでウサギちゃんのお耳です。で、このウサギちゃんのお耳、顔につけるんですけど、ダイソーのボンテン、ちょっとこのポワポワしてますよね。この ポワポワした感じのが好きな方はこのままでもいいんですけど、これをつるりんとするためには手にしっかり力を入れて、ぐーっと押し付けて、回します。高速回転。で、こんな風につるりんとなります。表面がね。この状態で私はつけてあげます。お耳。お耳はね、どうやってつけてもいいですよ。こうやってつけてもいいし、垂れ耳にしてもいいし、こうやってつけてもいいし、片っぽずつにしてもいい。 こんな風にしてもいいし、こうしてもいいし、横につけても可愛い,い。こんな風に。ね。いろんなことができます。うさぎちゃんのお耳いろいろできますので、好きにつけてあげてください。で、つけるのはね、あら、割れちゃった。これ割れちゃうとね、かっこ悪いので、しっかり、一本でぎゅーっと、ぎゅーっと、力の限り、しっかり、 つけて1本にしてつけてあげるとこれね後ろ1本で作る癖をつけておくとね下がりもきれいに作れるようになるのでよかったらね癖付けしてくださいねこうやってはいつけますこれねしばらく我慢の子なのでね動かさないようにぎゅってつけたらどっかに置いておきます はい。では、内側に入れる重ねを乾かしている間に作りたいと思います。これはね、丸つまみなんですけど、首、胸に当たる部分を作りますので、ちょっとね、筋つまみっぽく、ここを外側に出して、あ、筋つまみわかんない方ね、上にショート乗せてありますので、よかったらぜひそっち見て、こんな感じで、 ここをためます。ここ出てるでしょ。ギュって、これをなるべく引っ張ってあげてください。あのね、この時は引っ張る、生地を伸ばすような感じで引っ張る。こんな感じで広くしてあげる。ここがね、首になるので広くしてあげてください。はい。そしたらこれに内側の着物を着せます。 うーんとね、三枚重ねてつまみます。いって。<laughs> 合わせつまみなので大丈夫。丸つまみじゃないからね、すぐできるよ。大丈夫だよ。合わせつまみっていうのは、着物のね、合わせのように合わせるので合わせつまみって言います。よし。はい、こんな感じね。重ねどうやって作ろうかな。まあ、外側黄色がいいかな。 内側にこうやって合わせてうん迷いますね真ん中黄色うんやっぱり外側黄色だなだとしたらこうがいいかな <laughs> 悩みますねまあいいやこうしよううんこんな感じでいいかなえっ、ー、とね私もそうなんですけどはぎれで作ってるので ななかかねこっちを合わせるとこっちが合わないっていう方こっち合わせる必要はないですきれいに見せたいところをまず合わせましょうここをまずきれいに合わせるここを合わせたここが合わなかったらそれはもう合わせなくていいですここさえしっかり合ってれば大丈夫ずれないようにちょっとずつ同じ大きさで作ったんだったら両方合わせてくださいね斜めてたりしない方が絶対きれいですからはい合わせました 合わせたら合わせつまみ。こういうつまみが合わせつまみって言います。もちろん、今回はね、うんと内側に合わせますけど、こういう風に合わせても、こういう風に合わせても合わせつまみです。ね、とどっから折らなきゃいけないとか、どのくらい返さなきゃいけないとかっていう方法は、方法っていうか決まりはないです。その作品によって合わせてください。はい。そしたら、この頂点とここ。 ここね、ここはまっすぐ合わせるような状態で置いたら、これを包むように合わせてあげます。まずは、ちょっとだけね、ボンドつけて、あらら、布がついてた。ちょっとだけボンドをつけて、ずれないように。あんまり高くしちゃうとね、えっ、ー、と、お顔をつけるときにふらふらするので、 あまり高くない方がいい方がですここがギリギリ同じくらいの高さになるようにこうやってつけた時にはみ出ないようなくらいの大きさで大丈夫です。つけたらこれをまず右下左前です,でかわすあ、うん、重ねた時にここの中心とこの合わせがきれいになるように合わせてあげると可愛くなるよ。 深く合わせてもいいし、浅く合わせてもいいし、それは自由にしてあげてください。で、ここの返しの部分を少しね、こっち側に引っ張るような感じで、ここにつけてあげます。ここね、これをちょっとだけ、ちょっとだけ押さえてあげる。あんまりギュってやっちゃうと格好悪いので、軽く、軽く押さえるくらい。ここもギュって引っ張るんじゃなくって、軽く合わせてあげてください。 緩やかにねこんな感じそしたら手離したら全部バラッとばらけてしまうので手をはわ離さないように布の内側見えるかな布の内側これもねこれの内側にある部分にちょっとだけボンドをつけて軽く合わせてあげてください。あなた できたらこっちも同じように合わせますこんな風にこっちとちょっと開いてもいいですこの感覚を同じような感覚で合わせてもいいしこういう感じでねここを開いてもいいです好きなように自分が 思うように何 <laughs> て言ったらいいの思うように重ねてあげてくださいこんな感じかなはいここもこの手は離さないで内側から1枚ずつこんな感じね手離しちゃうとねバラッといっちゃいますからねバラッといかないようによいしょこうやって。 綺麗にしてあげます後ろがねちゃんと揃ってれば大丈夫ですはいこれが内側の合わせつまみができましたはいこれもちょっと落ち着くまで乾かしてあげますそしてその間にボディを作りますちょっとだけ点をつけて2枚合わせて丸つまみ作りますよほんのちょっとのボンドでいいですさあ柄をどうやって出そうかな ここ出したいからこういうふういいにしましょう出しまょ出たいところを上にして三角にしますこういうふうに出したかったらこうねいやいやこっち側の方がいいじゃんっていう時はこうね私はこう重ねますはいこれを 着物にするんですけれど内側の合わせを中に入れちゃうとこの柄は出てこないですなのでこの柄を外側にして出したいところの側を外側にして重ねてはい、二枚合わせた状態で丸つまみ作りますよこうやって でピンセットない人はねピンセットじゃなくてもいいですおっきいからね、まあ、ちっちゃいのをいっぱい作ることはあるけどおっきいのってあんまりないでしょ <laughs> まずは一旦きちんと丸つまみの形を作ってくださいよれ、はい、がないようにね生地生地こんなふうにならないようにしっかりと合わせますきれいに合わせます合わせたらちゃんと底辺を揃えるちゃんとね きちんと合わせて、きれいに、ここ。ここをね、ちゃんと下に合ってるかな、ついてるかな、まっすぐかなっていうのを確認したら、このまま押さえてください。片方だけね。片方だけ。見えるここ。なるべくギリギリのところを地面につけた状態で合わせます。で、この時に、こんな風になってる状態で合わせちゃダメですよ。きれいに。 綺麗にスーとっとまっすぐ、歪みのない状態を作ってあげる。歪みのない状態で、まっすぐ、ピンセットを入れてあげます。そしたら片手を離して、ここ、ね、斜めになってるからこれを直しちゃうと立たないです。なので、このままつけてください。このまま。押さえたら、こっからもう動かしちゃダメです。斜めになっててもいいの。 <laughs> そのまんま止めてください。そのまんまここを動かしちゃうとひっくり返っちゃうのでひっくり返らないようにはしっかり自分で押さえたピンセットを信じる。信じたらここを1本で止めていきます。でもこれ最初きっちりつけるまではピンセット外しちゃダメよ。ピンセット外したらひっくり返っちゃうからね。はいくっついたところでピンセットを外して あとはもうこれをぎゅっと一直線で仕上げます。こんな感じね。はい。できたら、また反対側を合わせて、トントンって。そして、またこっちも同じように、ここ。下について立っている状態を維持したところで、 持ちますはいこここもこの状態で直ささないいでください直しちゃうとひっくり返っちゃうのでピンセットをつかんだらこのまんまそのつかんだところを信じてつけてくださいこういう状態ねはいそしてこれをつけていきます。 キュッ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 はいそしたらしっかりと押さえてねしっかりと押さえて完全に一直線にしてください後ろをね手ベタベタする時は濡れたタオルで一回拭くとボンドがくっつかないから大丈夫よはいこれでひっくり返らないボディができました これでちょっと乾かします。裏はね、これ後から綺麗にしていきますよ。はい。乾いたら。これが乾いたら、中に。これを入れます。よいしょ。はい、入れました。まっすぐ。ここの交点と首と、この交点を。 まっすぐにしてあげます横ちょむいちゃうとか、まあ、可愛いけどね横向いてるみたいでまっすぐそしてこの高さを合わせてあげてください高さの合っているところで接着しますよまずは背中どっちにつけてもいいです中につけてもいいし外につけてもいいですそんなにたくさんボンドつける必要はないのでこれを高さねここ高さしっかり合わせてまっすぐ前向いてる状態のところでペタッ くっつけてあげますそしたら今度内側も肩のあたりにねちょっとボンドつけてギュッてしないふんわりつけてあげるこっちもねあ変なとこにちゃったふんわりつけてあげるこんな感じこの状態でもうこっち側に重心が傾くのでひっくり返っちゃう方もいるかもしれませんが大丈夫ですからねはい うさ,ぎさんのお耳 <laughs> 一つ乾いてきたらもう一つもつけてあげてくださいこんな感じでどういうふうにつけてもいいですよなんか日が落ちるのが早くてあっという間に暗くなるねはいちょっと。 我慢、我慢、我慢。押さえて、よいしょ。耳。4センチでこれ耳作りましたけど、5センチとか6センチで作ってもいいからね。好きな大きさで作ってくださいね。はい、これも乾くまでちょっと放置します。なので、本当はね、うんと、今木工用ボンドしか、木工用ボンド、手芸用のボンドしか持ってこなかったんですけど、うーんと、 何スティックのりの方がきれいにいきます。これねちょっと水分多いんですよねこののり木工用ボンドとか手芸用ボンドって。なのでねスティックのりみたいなねほ本当になんかこう水分のないのりの方がきれいにいきます、まあ。つけてどのくらいがいいかなこのくらいでいいかな。ここを貼ります。 そして、上に貼る。こんな感じがいいかな。あんまり、あんまりキンキンだったか、怖いかい。こんな感じでいい。あっという間にお正月だね。<laughs> 来年はどんな年なのかな。 展示会とかね、講習会とかもなんかたくさんできたらいいなと思ってますどっかなんか来てっていうところあったら是非声かけてくださいよしこんな感じかなではみ出たところは直線で切っておきますこんな感じで貼れたら 完全に乾いちゃうとカピカピして折れなくなりますので、まだ半乾きの状態で折ってしまいます。折って、ここも折って、蛇腹に折っていきますよ。これももう一回折って、一箇所ずつね、癖つけていった方が綺麗です。これも線に合わせて折って、 ここもね線に合わせて折ってこれも折ってこんな感じで折ってこれを折り返しますはい扇あっって巨大だった <laughs> 巨大すぎた扇 <laughs> 扇巨大すぎたやっぱ仕方ない半分に切るかなんて行き当たりばったりな。 かなこの扇。ここちょっとだけ押さえて、まあクリップ使うか。こういう時はね、クリップ便利ですよ。 こういうう時はクリップ使ってねこうやって開いて今切った方ねこれもこれもねあれクリップなくなっちゃったこんなふうにちょっと斜めだけどねいいんだ。 耳ついたかな耳つきましたね。乾いたいよ。はい。そしたら、ここに目をつけます。目はね、うんと、なんて言ったらいいのいっぱいあります。<laughs> これを作りました。パールだったんですけど、なんかこういうシールのやつをアルコールのマーカーで、これ、塗りました。塗ったやつ。これを2個ね。 あちこちの講習会で使ったのにね、目がいっぱいあるの <laughs>。これをボンドでつけます。取れない。ちっちゃくても大きくともうさぎの目はかわいいよね。うさぎちゃん。 あ浮いたはいうさぎの目顔ついたよねそしたらこれをボディに乗せますこれもねくっつきづらいのでちょっとねあの持ってる時間がありますダイナミックにボンドつけてくださいボンテンと接着剤って相性悪くてあんまりくっつきづらいのでねこれをくっつけるだけこうやってで後ろ傾いていっちゃうでしょだから くっつき終わるまで、まずはちょっと我慢して持っててあげる。で、あら、言ってる先から。持っててあげる。あんまり下向いたら格好悪いからね、上向いてて欲しいし、我慢して持ってる。で、持ってる間に尻尾。ちょっとだけでいいです。見えるちょっとボンドついたの見えるこれをこのまま、てん、くっつける。 って押し込まないで押し込んじゃうと,れゃうれ <laughs> れゃうとこれがね、うん、とここよりも下に沈み込んでしまうとこれがまっすぐじゃなくなってしまうのでここ,ここのところがね尻尾のついたこれがねなのでこうやって置いた時に尻尾を押し込んじゃダメです。 軽く、見える軽く、ぴょんってつけるだけ。これだけでいいです。そしたら、そこに顔を乗せて、固まるまで待っててあげる。ひっくり返っちゃうのでね、ひっくり返らないように、完全に、完全にっていうか、固まるまで、押さえててあげてください。この状態で少し待ちます。乾いたので、飾りをつけます。 まずは扇扇をつけてあげる後ろにボンドをつけて根元のあたりとかねボンドをつけてお、<laughs> うちのワンコがご飯の皿をひっくり返しましたつけてあげますこっちも 二重の扇2 <laughs> つ、まあ、別にまっすぐつける必要もないのでね傾けてあげてもいいよそしてなんかキラキラあえーとねこういうエトの置物ってあるじゃないですかこういうものはできるだけキラッキラに作った方がいいです なぜかっていうとキキラキラすするものは邪気をね跳ね跳返すからだからね飾りとか、うん、とちりめんだけで作ろうとか気持ちは分かるんですけどえとの,の置物に限ってはこういうね光る飾りこれをねどっかにつけるといいですよ。なのでなるべくね、まあ、うさぎとかさあと何だっけうさぎとかさって言っちゃった <laughs> うさぎとかあと何ネズミもそうだな。 あのゴージャスにしてあげるといいですうさぎちゃんお耳もねできるだけピッカピッカキラキラにしてあげるとね邪気をそれだけ跳ね返してくれるのではいこんな感じでうさぎさんができました はい、うさぎちゃんです。皆さんもよかったらぜひ作ってみてください。来年もいい年になるといいですね。はい、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。また次回も見てくださいね。バイバイ。